どうも、家にある穴の開いた靴下を排除していたらほとんど靴下がなくなりました。川村です。今日は ASMR 口触りが良い言葉を読んでみたいと思います。口に出すと気持ちのいい言葉です。それではよろしくお願いします。まずはちんぷんかんぷん、これいいですね。ちんぷんかんぷん、ちんぷんかんぷん、ちんぷんかんぷん、つるとんたん、つるとんたん、つるとんたん、つってきたら言いたくなりますね。つるとんたん、ハンプティダンプティ、ハンプティダンプティ、あ、これもいい。ハンプティダンプティ、ハンプティダンプティって何？あ、春に、春の感謝祭みたいに出てくるキャラクターかな。ハンプティダンプティ、卵だね。ハンプティダンプティ、パンナコッタ、懐かしい。あ、いいね、パンナコッタ、いいですね。口触りいいですね。パンナコッタ、パンナコッタ、パンナコッタ、パンナコッパ、コッペパン、イエローサブマリン、パンナコッタ、コッペパン、イエローサブマリン、パンナコッタ、コッペパン、イエローサブマリン、あ、いいですね、これいいですよ、これリズムがいい。パンナコッタ、コッペパン、イエローサブマリン、ガンダム、うん、まあいいか、ガンダムもいいか、ガンダム、アムロ行きまーす。オードリー・ヘップバーン、オードリー・ヘップバーン、あ、いいですね。ローマの休日、オードリー・ヘップバーン、ヘップがいいんだね、ヘップ、ヘップがいいね、ヘップが気持ちいいですね。ヘップバーン、オードリー・ヘップバーン、ケミカルウォッシュ、ケミカルウォッシュ、ケミカルウォッシュ、ん、タンジェントサイン、あ、コサイン、あ、サイン、コサイン、タンジェント、サイン、コサイン、タンジェント、サイン、コサイン、タンジェント、ミラジョボビッチ、いいですね、ミラジョボビッチ、私誕生日が一緒です。ミラジョボビッチ、12月17日、ミラジョボビッチ、ミラジョボビッチ、いいですね。初期起動継続時間、初期起動、微動、起動、初期微動継続時間、どこで切る、初期微動継続時間、初期微動継続時間、ちょっとその初期微動継続時間考えといて。え、あの初期微動継続時間でどんくらいでしたっけ。確かね、その初期微動継続時間5分ぐらいだったと思うよ。あ、意外と短いですね。前はね、1時間30分かかってたんだけどね、だいぶ発達しましたね、初期微動継続時間。こんな感じでしょうかね。いいですね、口触りいいですよ。パルテノン神殿、パルテノン神殿、パルテノン神殿、あ、いいですね、パルテノン神殿、ギリシャですね、パルテノン神殿。リービヒ冷却器、リービヒ冷却器、ビヒ、ビヒが口触りいいですよ。ビヒ、リービヒ冷却器、リービヒ冷却器、リービヒ冷却器、リービヒ、いいですね、リービヒ冷却器。ちょっとそのスイカ、リービヒ冷却器で冷やしといてもらってもいい？あ、すいません、このリービヒ冷却器、スイカ冷やすもんじゃないんですけど。え、そうなの？リービヒ冷却器ってスイカ冷やすもんじゃないの？リービヒ冷却器はそういうもんじゃありません。ちょっと僕も何冷やすかわかんないんですけど。わかんないんだったらスイカ冷やしといてもいいじゃない、リービヒ冷却器。いや、僕のことリービヒ冷却器って呼ばないでください。何よ、リービヒ冷却器、いいですね、口触りいいですよ。部分分数分解、あ、これいいね、部分分数分解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 。私は高校に入り数学の授業で部分分数分解を習いましたが、ついていけなくなりました。いいですね、部分分数分解。視点、力点、作用点、あ、もうこれはいい、リズムがいいですから。視点、力点、作用点、理科でやりましたね。視点、力点、作用点、サイン、コサイン、タンジェント、視点、力点、作用点、サイン、コサイン、タンジェント、モホロビッチッチフレン、フレン属面、これちょっと読めないじゃん。モホロビチッチリ フレン属面、これ何ですか。モホロビチッチ、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 チッチが可愛いね、モンチッチみたいで可愛いですね。モホロビチッチ、フレン属面、
これはいいね。レッチリね。レッドホットチリペッパーズ。レッチリ、レッチリ、レッドホットチリペッパーズ。レッチリ、いい。古今和歌集。いいじゃない。心がシャンとしますね。やっぱこういう日本語は。古今和歌集。私は古今和歌集を読んでいましたが、1行目で挫折しました。どうですか？いいですね。古今和歌集。ペレストロイカ。あ、これはいい。ペレストロイカ。ペレストロイカ。いい。ペペロンチーノ。ペレストロイカ。こういうのいいですかね。ペっていいですね。ペレストロイカ。ペペロンチーノ。ペレストロイカ。いい。二酸化マンガン。いい。二酸化マンガン。二酸化マンガン。こんな歌はなかったでしたっけ。二酸化マンガン。一旦、一酸化マンガン。なかったでしたか。二酸化マンガン。いいですね。アウストラロピテクス。アウストラロピテクス。アウストラロピテクス。あ、すごくいいですね。アウストラロピテクス。アウストラロピテクスって誰？誰ですか？誰だろう？人？あ、そういうあれか。進化の過程か。アウストラロピテクス。人の進化の過程かな。チョモランマ。山ですね。チョモランマ。エベレストというやつですね。高い山だ。世界で1位ぐらいの山じゃないですか。ヒマラヤ、ヒマラヤ、ヒマラヤ、ヒラヤマちょっとわかんないです。ヒラヤマ、ヒマラヤ、チョモランマ。武家書ハット。あ、いいですね。武家書ハット、武家書ハット、武家書ハット、武家書ハット。駒込ペッピッペット、駒込ピペット、駒込、駒込にあるピペット、駒込ピペット。高濃度茶化的。あ、いい。すごくいい。高濃度茶化的。高濃度茶化的。カテキンが高評価、風邪ひきません。高濃度茶化的。切り干し大根。あ、いいね。切り干し大根。切り干し大根。赤坂サカス。赤坂サカス。パンプキンパイ。パンプキンパイ。根伝永年資材法。いいですね。根伝永年資材法。根伝永年資材法。いいね。武家書ハット。根伝永年資材法。根伝永年資材法。あ、これコンピューターおばあちゃんだね。コンピューターおばあちゃん。関西国際空港。いいですね。シャンとしますね。関西国際空港。オスマントルコ。オスマントルコ。いいです。オスマントルコ。大正デモクラシー。オスマントルコ。大正デモクラシー。東大元暮らし。東大元暮らし。大正デモクラシー。これいいじゃないですか。オスマントルコ、大正デモクラシー、東大元暮らし、東大元暮らし。いい。アウストラロピテクス。ここでまた来ますよ。アウストラロピテクス。アノマロカリス。誰だ？アノマロカリス。アノマロカリス。バルサミコス。バルサミコス、いいですね。バルサミコス。私はバルサミコスを使って美味しいサラダを作りました。でもそれはちょっと酸っぱかったです。なぜならバルサミコ酢は酢が入っているからです。しょうもないですよ。しょうもない。バルサミコ酢、バルサミコ酢、バルサミコ酢。切る場所でも違いますね。バルサミコ酢、バルサミコ酢、バルサミコ酢。ミコ酢っていいですね。ミコ酢、バルサミコ酢、バルサミコ酢、バルサコ、バルサミコ酢。メタンハイドレート。メタンハイドレート。メタンハイドレート。なんだろう、これは。なんか車とかで使う言葉かな。メタンハイドレート。スリジャヤ・ワルダナ・プラコッテ。あ、これ土地名かな。スリジャヤ・ワルダナ・プラコッテ。スリジャヤ・ワルダナ・プラコッテ。んじゃなめ。んじゃなめ。どここれ。何これ。んじゃなめ。んじゃなめ。スリジャワルダプラコッテからんじゃなめまで飛行機で小1時間です。スリジャワルダプラコッテからんじゃなめまで飛行機で小1時間です。これこれ言いやすい。これ口触りですよ。これすごくいい。サンクトペテルブルク。あ、いいね。サンクトペテルブルク。私はサンクトペテルブルクで、あ、ダメだ、難しいだ。サンクトペテルブルク、サンクトペテルブルク、サンクトペテルブルク。
私はサンクトペテルブルクで馬車に乗りたかったんですが、止まりませんでした。サンクトペテルブルク、いいね。ボスニアヘルツェゴビナ、いい。これはいいですよ。ボスニアヘルツェゴビナ、ゴビナ、ゴビナ、ゴビナがいいのかな。ゴビナがいいんだろうな。ボスニアヘルツェゴビナ、ヘルツェゴビナ、いいね。ヘルツェゴビナ、いいね。家でなんかどっかボタンを押したらボスニアヘルツェゴビナっていう、なんかそういうの作りたいな。なんかここをしたらこの音が出るみたいな。一人暮らしだとね、静かなんですよ、家が。王政復興の大号令、王政復興の大号令、王政復興の大号令、すごい。王政を復活させるための大号令ですね。王政復興の大号令、いいですよ。二酸化マンガン、これまた出ました。二酸化マンガン、二酸化マンガン、パノプティコン、なんだろう、ファルコンみたいなこと。パノプティコン、パノプティコン、なんでしょうね。アップス、アップスラストローラー、アップストローラー、アップスラ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 ストローラー、いいですね。サーターアンダーギー、いやこれはサーターアンダーギー、サーターアンダーギー、沖縄に行ったら必ずサーターアンダーギーを食べます。サーターアンダーギー、サーターアンダーギーはだいたい3日で固くなります。サーターアンダーギー、セパタクロー、セパタクロー、セパタクロー、いいですね。セパタクロー、これよ、なんだろう、セパタクローってヨットのなんか、何、セパタクロー、最上川、あ、いい、最上川、最上、最上さん、最上川、プロテイン、プロテイン、いいですよ、いいよ。ポリプロペレン、ポリプロピレン、ポリプロピレン、いいね。武化粧ハット、また出てきましたよ、武化粧ハット。五成敗式目、五成敗式目、いいね。報道、平等院鳳凰堂、あ、十円のね、書いてあるやつだ。平等院鳳凰堂、小学校の時ここに十円に書いてあるのが平等院鳳凰堂だって知って、ずっと言ってたよね、確かみんなね。平等院、これが平等院鳳凰堂って言うんだって知ってた？知らないよ、なんだよ平等院鳳凰堂って。平等院鳳凰堂は日本にある立派な建物だよ、お前も知らないじゃないか。平等院鳳凰堂、みんなどこにあるか知ってますか？平等院鳳凰堂、セルビア・モンテネグロ、あ、いいの来たよ。セルビア・モンテネグロ、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 セルビア・モンテネグロに斉藤匠と行きたい。セルビア・モンテネグロ、セルビア・モンテネグロ、いいですね。藩を取りやめて剣を置こうという日本の制度ですね。配信知見、分数分解、いいですね。分数分解、駒込ピペット、ベレストロイカ、排他的経済水域、排他的経済水域、あ、私これ好きですよ。東海道中くる、あ、言えなかった、難しい。東海道中膝くり毛、東海道中膝くり毛、東海道中膝くり毛、いいですね。東海道中膝くり毛はさて誰が書いたでしょうか、調べてください。小学校の時覚えたのにな、誰だったっけな、東海道中膝栗毛、誰でしたっけ、東海道中膝栗毛、皆さん覚えてますか。東海道中膝栗毛、そうそうそう、思い出しましたよ。東海道中膝栗毛、誰が書いたか皆さんわかりますか。私は今調べてもらいましたよ。十返舎一句いましたね、そんな方がいました。十返舎一句、東海道中膝栗毛、十返舎一句、東海道中膝栗毛、いいですね。音はいい、音はいい。前方後円墳、前方後円墳、パルテノン神殿、四天、四天力天、作用天、サイン、コサイン、タンジェント、ホップ、ステップ、ジャンピング、あ、かわいい、かわいいよ。四天力天、作用天、サイン、コサイン、タンジェント、ホップ、ステップ、ジャンピング、いいですね。イヴ・サンローラン、イヴ・サンローラン、アン、アイネ・クライネ、アイネ・クライネ、いいですね。でも
最後はこれかな、支点力点作用点サインコサインタンジェントホップステップジャンピング。さて本日の口触りがいい言葉いかがだったでしょうか。皆さんも一緒に言ってみてください。ありがとうございました。